キューティーネット。うわあなた光近くよ。ちょっと後ろ光、忘れ物ないか。はい。ハンカチあります。マスクあります。お弁当あります。よし。あ、今日リモートだった。それ忘れない。行ってきます。光はビビック、やっぱ最高。キューティーネット。あれ光、塾は？え、やば、送ってこうか。結構です。光、おい、塾どうした？お、これがオンライン学習か。え、ちょっとあっち行ってよ。恥ずかしい。恥ずかしい。光はビビック。思春期なのか、光。今回の CM はニューノーマル、新たな生活様式を表しています。インターネット回線の安定性、重要性を、ぜひお伝えできたらと思っています。皆さんに見てもらって、この CM に共感していただきたいと、そう思います。久しぶりに会ったんですけど、相変わらず明るくて元気でね。それで、まあ、少し大人っぽくなったのかな。今日のこの CM はなんか奥さんもそうだし、奥さんの青山さんもそうだし、ね、娘の永瀬さんもそうだし、そういう明るい女性に囲まれて楽しかったです。今のこのニューノーマルな、そういう生活を戸惑いながら、一生懸命頑張ってるその父親の役、それで、まあ、娘の思春期にも、動じながら、楽しく、まあ、家族のその面白さ、コミカルさみたいなのを出せればいいなと思ってやってました。やっぱりニューノーマルの中のそのツールに慣れてなくて、まあちょっと、まあアナログな感じのパパなんでしょうね。それと、まあ娘の思春期に戸惑っていると、そういうのはちょっと可愛らしい、まあパパなんじゃないかなと思ってやりました。光回線の安定性と速度。これはネット環境によって非常に重要だと思います。まずは体調管理、精神管理ですね。長丁場でしたから。それとあとは、まあ最初のうちはいろいろ戸惑いましたけども、その中に慣れてくると、その生活の中にもいろんな発見ができる、こういう機会っていうのはもう一生のうちもうこういうチャンスはほとんどないだろうと。ではそういう意味でいいふうに捉えて、新しくなんか自分がどうやって
ものを考えていくか生活していくか先々のことをいろいろ考えましたし、これすごくいい時間だったんでね、このコロナのあれが終わっても、まあ、そこはあの一つ財産として今後に生かしていければと思います。あの今回は2パターン撮ったんですけど、どちらともあのすごい誰でも経験したことあるような話だと思うので、身近に捉えてもらえるんじゃないかなと思います。いや去年に引き続きあの安倍さんの娘役ということであの演じることができてすごい嬉しいです。なんか光はあの反抗期というか思春期でちょっとパパと距離を取るっていう感じだったんですけど、こう CM の中でもパパのお茶目な一面だったりとかそういうのもこう見れて、本当はすごい仲いいんだろうなっていう、仲いいこう親子なんだろうなっていう印象です。あのドラマの撮影を連日結構してて、で早起きが続いて4時とかに起きてて、である日その日もいつも通り4時に起きて着替えてご飯食べてる時にあのあれみたいな、なんかいつもとなんか違うなって思ったら休みの日だったっていうエピソードがあって、もう速攻寝るっていう、なんかそんな勘違いはありました。学校の送迎をあのしてくれる時があって、でその日は何も約束とかしてなかったので、私はいつも通り学校から家に帰ったんですけど、家に着いた時に父から電話があって、今どこいるみたいなって言ったら、父は私に言わずサプライズであの学校に迎えに来てくれてて、もうしっかり入れ違ってて、なんか申し訳ないなっていうことはありましたね。はい、こう日常でのハプニングとかもこう笑顔に変えられるというか、なんか理想的な温かい家族だなと思います。そうですね、もういつも以上にやっぱりあの衛生面だったり体調面っていうのにはすごい気をつけて、の撮影がどこの現場もそうだなって思うんですけど、私がこの間あの撮影した現場ではあの本当の看護師さんもいらっしゃる現場で、あの撮影の合間にはあのフェイスシールドを渡してくださったり、消毒をこまめにしてくださったり、あと時期的にもすごい暑い時期だったので、あの水分補給だったりとかを、そういう衛生面全てを管理してくださる方がいて、そういう人たちがいたからこそ円滑にあの撮影が進んだなっていう印象があって、それはすごいなんか今までになかった変わったことだなと思いました。あの今までは友達と会って遊ぶとかご飯食べるっていうのがもう当たり前だったし、すごい大好きだったんですけど、あのこの時期にあのビデオ通話をよく友達とするようになって、なんかそれもなんか遠くにはいるけどこう近くに感じられるっていうのがすごいなんか親近感というか、近くにいてもこう会話ができたりとか、すごいそういうのはいいなと思って活用してました。だいぶ慣れたと思います。なんか学校の授業もあのオンラインでやってた時期があって、なんか最初はちょっとなんかみんな友達が一人ずつ写っててなんか照れくさいなとか思ってたんですけど、なんか画面越しでも授業みんなと受けれたり発言もし合ったり、なんかある意味こういう形もありなのかなと思いました。キューティーネット、光、忘れ物ないか。ハンカチ。あります。マスク。あります。お弁当。あります。あ、今日リモートだった。それ忘れない。光はビビック。キューティーネット。光まだ部屋にいんのか。おい、塾どうした？お？これがオンライン学習か。え？ちょっと、あっち行ってよ、恥ずかしい。光はビビック。恥ずかしい。